あ、Hello, hello everyone. 今日は多次元的な一日の始め方についてお話をしていきます。はい、wow, hi. アマゾンの時の友達が来た。So, let's take a deep breath in. 今日一日の中で一番深い呼吸から始めていきたいと思います。はい、Yes, I know. It's amazing that I see you here, love. Here you go.Hello, あやさん。はい、ケイトさん。多次元的な一日の始め方。みんなは今日はどんな風に一日を始めてますか？もう少し、ちょっと人待ってから始めていきたいと思います。で、今回ね、これを聞く中で、もしかすると多次元っていうのもあんまりね、腑に落ちてない人もいるかもしれない。でも気になる人がいるのであれば、感じてもらいたいことが、こういう考え方で今日じゃ生きてみようかなっていう好奇心と、試してみようかなっていうさりげない感覚でこれを聞いてもらいたいです。Yeah? これを完全に信じなくてもよくて、just play with it. 楽しんでみて。Okay? Hello, hello. 朝からおはようみんな。おはようしてくれたい人は私たちにお互いになんかお花の絵文字マーク送っていこう。お花。はい。じゃあね、多次元。じゃあまずは多次元っていうのは何か、そして多次元の一日の始め方のアイディア2つをシェアしていきます。多次元的な生き方っていうのはもう私たちはね、多次元の存在なの。多次元の存在っていうことは今、私たちってこの世界に生きていくと、社会では昨日、今日、明日っていう流れがあるって言われてるよね。It's linear. こういう時間があるよね。ただ本当はそういうのではなくて、今しか存在しない。これ聞いたことある人、ハートマーク送って、今しか存在しない。で、今がたくさんある。イメージ的には今映画とかってさ、映画一つの流れに見えるけど、本当は一つのフィルムがつながって映画が一つできるよね。それと同じに私たち今は、そのフィルム一つ一つの今があって、その連続がこの人生なの。で、私たちが共鳴する波動で次の次元、次のフィルムに行けるの。Okay?Hello, hello. Yeah. で、だからこそ今しか存在しない。で、この今は確かね、ホピ族っていう民族の人も、彼らは時間がないから、時間存在しないから、明日とか昨日っていう言語がないの。いや、だからある意味ね、私たちの言語でもうね、私たちの言語で私たちはもう制限されているの。私たちの言語で明日、昨日、今日っていう言語がある時点で多次元的な生き方を忘れてしまってるの。そのパワーをなくしてしまってるの。ホピ族はそういう時系列がないからこそ今だけで存在してるの。結構すごくない？これでわーっと思った人、星送って。うん。だからこそ、この多次元の自分として生きるっていうことは、今しから存在しないんだ。で、そして、未来も過去も変えることができる。自由に変えることができる。いや。で、初めての人は言うけれども、じゃあ今います。Hello, とみちゃん。今あって、この今の、ある意味、未来と過去があるの。いや、なんかそんな感じ。で、だからこそ今この瞬間と、じゃあ5年前の私の過去と未来は全然違うの。具体的にどういうことかっていうと、もう本当に昔の私の波動っていうのも自分のことが嫌い。鏡見るのも大変。自分のこと信じれてない。海外、英語も話せるけど、海外に行ける存在だとは思わなかったの、私。自分に自信がなさすぎて。そういうのは私ではないみたいな。その時の私の未来と今の未来は全然違うじゃん。それっていうのは、私は自分の、未来は違うんだよ。It's so crazy. っていう感じで、多次元的な自分っていうのは自分の次元を選んでいく。で、それは未来だけではなくて、過去も選べるの。そこで私がやっていること。じゃあ、息吸って。私がやっていることは、じゃあ、ね、毎日さ、やっぱり、最高の自分として生きれない時あるよね。例えば、本当はこういう風に生きたかったけど、できなかった。例えばね、昨日、Hello, ゆきこさん。Hi, good morning! 例えば、昨日私、Netflix を久しぶりに見てしまったの。夜遅くまで。やん。本当の最高の私はそういうことしていない。だからこそ何ができるかっていうと、自分の過去を選ぶことができるからこそできることは、はい、じゃあどんな風に本当は昨日行きたかったかなと思って、じゃあNetflixを見るのではなくて、全部自分のお仕事作業が終わったら、歯磨いて、シャワーも入って、部屋も暗くして、で、そして歩いて、で、ここの隅っこに行って座って、目を閉じて、綺麗な夜景を見て感謝を言う。それ最高の自分で、その次元に自分が妄想しているの。そして昨日実際したネットフリックス見た自分っていうのを忘れるので、これもね、忘れるのって感じかもしれないけど、いや忘れればいいの。なんかそういう時も、そういう次元もあったなみたいな、そういう次元もあったな。ただ今は私はこれが私の過去なの。これが私の次元なの。それは今言った次元。それをすることによって自分の過去を変えることができるの。それを一回妄想するのではなくて、そうだよね。昨日私はこれをしたって言って、次の日とか一日に何回も何回もそれを思い出していく。いや。そうしていくとその過去になるの。そうしていくと自然にそういう行動が取れていくことができるの。なぜかっていうと、その次元にもう自分はいるから。これを聞いて何か感じた人、コメントしてみて。結構やってしまいがち。昔の私、多次元的なね、発想っていうか、コンセプトがなかった時は、ネットフリックスを見てしまいました。見てしまった自分を責めてしまう。なんで見ちゃったんだろう。しっかりすればいいのに。なんでできないの。こういう口癖ある人、111って書いて。これは絶対私だけのね、過去の私だけのことではなかったはず。じゃあ、自分は多次元的な生き方っていうのを信じないですっていう人は全然いいの。信じなくてもいいの。じゃあ、自分はそうやって自分の一日を振り返るときに責める人間ですか？またはじゃあ自分のね、ただ過去を変えればいいだけなんだよ。妄想して。and done. で、yeah, that's so easy! すごい簡単じゃない？で、それで、でも違うもんって、なんかでも本当はこんなことが起きたもんっていう自分がいたら聞いてもらいたいことが、でも本当はこうだもんって言って、どんないいことが起きるの？自分がね、今後、どんどん華やかな花に変わっていきたいです。最高の自分として生きていきたいよね。今も最高だし、もっと、どんどん最高な人生生きていきたいよね。それには自分の習慣を華やかに花に変えることが必要だよね。っていうことは、自分の一日を振り返って、本当にそうやって生きたんだと思っていけるほど、妄想するからこそ、ある意味、英語だとニューロパスウェイって言うんだけど、ニューロンのこのつながりができて、そういう可能性がどんどん広げることができるの。自分を責めるよりは可能性が広がっていくのは、この多次元的な生き方、またはこの妄想の生き方。妄想は本当に多次元で起きてること。それを信じていこう。そして、でも、本当はこんなことをこういう過去だったもんっていう自分がいるのであれば、OK, good. それは違う次元で起きたこと、忘れること、忘れて、イメージ的にはこんな感じで、これ私のね、メンターっていうか学んでる人から、私の先生は言ってることとっても素敵。最高の自分を隣に置きます。最高の自分を隣に置きます。イメージ的には、で、じゃあこの最高の自分、どんな生き方生きましたかっていう、生きてるよね。はい、 great。 自分を、その自分にある意味ぬいぐるみみたいな中に入っていきます。入るでしょ。で、ここバイバイってやっていく。これはある意味 NLP と同じ感覚だよね。 NLP 学んだことある人いる？これは私もね、 NLP のライフコーチの資格を昔取ったことがあるの。それはもう脳科学的にそうやると脳もそういう意識になるんだよっていう、なんか脳科学的に自分の理想像へ向けていく方法が NLP ね。それはそういうワークがあるんだよ。全くそれと同じだから、やってもらいたいのは、多人的限定的な自分がある時に隣に置いて、それに自分が入って、その過去の自分にバイバイって言っていくこと、それをやっていこう。これをやっていきたい人、111って書いて。そしてこれを聞いてるみんなは何を感じてる？こういう生き方で生きたら楽しいと思わない？だからこそ一日を振り返るときには、ただこれできなかった、あれもできなかった、これは良かったなとか、そういうのではなくて、もう決意だよね。私はこの次元にいる、これが私の過去、そういう次元に入っていこう。 OK。 そうだね。今日はそれを伝えたかったです。そしてもう一つ、それプラス、追加が、やっぱり多次元的な一日の振り返り始め方っていうのは、やっぱりもう昨日のお祝いから始めること。お祝いをなぜ始めるかっていうと、お祝いの波動って嬉しいよね。引き寄せの法則上、その波動に自分がいれば、それをどんどん引き寄すことができるのだからこそ、お祝いをすること、自分すごい、自分を褒めること、それはもう多次元的な生き方としてはマストだよね。それをたくさん感じることによって、どんどんそういう次元に入っていける。どんどんそういう次元に踏み出すことができる。どんどんそういう次元との架け橋になっていくんだよ。はい、ももちゃん久しぶり。だからこそ、まとめると、一日の振り返りの時には、もうそういう過去を変えていくこと、そしてお祝いすること、それをやってもらいたいです。 So let's take a deep juicy breath into your heart. そして次呼吸する時には、まるでストローで息を吸うように、生命力、ここにすでにあるこの気っていうのは、っていうものじゃないよね。元気の気の気だよね。エネルギー、プラーナ、生命力をストローで吸うように、3回実際やってみて。もっと生命力、自分の体内に感じない？こういう呼吸の仕方もやっていこう。Okay. はい。最後に伝えたいことは、この多次元的な振り返り、ただ妄想して、ただ考えて、ただって。結構こういう人いる。222って書いて。自分の人生を振り返るとき、過去を振り返るとき、みんなどういう姿勢で振り返る？コメントに書いてみて。どういう姿勢で、例えば座ったままこう振り返ってるのか、こう振り返ってるのか、どんな感じ？書いてみて、または実際振り返ってみて。で、この多次元的な生き方としてはそうではなくて、振り返りとしては自分の姿勢に意識してもらいたいの。だからこそ実際昨日過去に戻ってどんな姿勢だったかなみたいな。例えば私の例であれば、ネットフリックスを見ていた自分、ネットフリックスとかテレビ見てダラダラと見てしまった人、111って書いて。その時の私の姿勢はもう作業終わって、ああこんな感じ、疲れたけどなんか楽しみたい、疲れたけど楽しみたい、これ共感できる人、疲れたけど楽しみたい、こんな感じで、やっぱりこうだからこそ腰も丸まって呼吸もあんまりできにくいよね。新しい選択肢作りにくい姿勢だよね。で、もしこれ深く知りたい人は私の講座だったり、私の1対1のメンターシップをおすすめする。ここではもっと時間が必要、説明するのに。だからこそやってもらいたいのは、過去を振り返るときに自分の姿勢に意識して、こうではなくて、じゃあどんな姿勢でいたいかなって。例えば私であれば、こうをもう作業終わったらこうして、もう数回ぐらい、いやーって伸び伸びとする。そして呼吸を自分の中に入れる。はぁ、はぁ。そうすると、自律神経も整っていくよね。自律神経を整えることによって、通常の選択肢よりは新たな選択肢、本当にしたい決断はできるようになっていく。だからこそそれをして、あ、私は、こんな状態から、じゃあ踊ってから、自分の最高の自分の、今の生き方、本当の過去共鳴する過去、共鳴する次元に行くみたいなイメージ。だからこそ、これが最後のまとめ。まとめとしては、多次元的な一日の始め方、生き方としては、はい、多次元的な自分として毎日思い出すこと、大事だよね。私も毎日それ思い出して生きてる。次、はい、じゃあ一日を振り返るときには、もう共鳴する次元に入る。で、その共鳴する次元に入るときには、ただこうで考えて、またはノートだけでではなくて、実際行動で動いてそれを実践する。で、三つ目は感謝することによって、その感謝の波動を引き寄せることができる。この三つもやっていこう。そうすると、もちろんこれは一日だけではなくて、これを毎回毎回毎日毎日実践していくと、だんだん本当に自分の過去がそういうね、共鳴していきたい次元に入って、なるよね。だって自分の中で明確だから、次になったらこうしようってもう明確だからこそ、行動も取りやすくなってって、どん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 自分の毎日がそういう生き方になっていくの。そうすると変化が起きてくるの。人生変えたいと思うなら、一日だけ、一週間の出来事ではないよね。それを定着する。ありがとう、ミラちゃん、マリちゃん。なんかね、嬉しいよ。こういうコメントなしとあるのと、全然私の中での、今はブレてないから大丈夫だけど、やっぱり嬉しいよ。ありがとう。本当に嬉しい。Thank you, thank you, thank you. ありがとう。Oh my god, I'm so happy. Thank you. Thank you. そう、だから、そういうことです。So、さっき何を言っていたか忘れてしまいましたが、そういうことを意識して、一日の始め、一回するのではなくて、毎日実践していくことが大事だよっていうこと。だからこそね、諦めたい時とか忘れちゃう時もあると思うの。これをやろう。例えばこういうこと聞いて、こういうアイデア聞いて、自分の日常生活に取り入れようと思っても、忘れちゃう時とか、できない時とか、諦めてしまう時もあると思うの。その時に自分を責めるのではなくて、いやー、これ思い出して、これは、違う次元の自分だから、と思って新しい一日を始めればいいだけなの。いやー。そして一日の始めて、そういう新しく一日を始めて、自分、優しく、ゆっくりとマイペースにコツコツやっていけばいいだけ。 OK? あらいさん、なあちゃんも久しぶり。はい、わあ、あさりちゃんも久しぶり。あと、ケイチさんもありがとう。I love you, I love you, I love you. 今日これを聞いて何かみんなのひらめきにつながりましたように。そしてみんなの日常がどん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 、ワクワクするような一日になりますように。私たちの習慣、私たちのリチュアル、私たちの儀式が私たちの人生を変えていくから、華やかに。だからこそ自分の日常の幸せにフォーカスを置いていきましょう。そしてその方法を知りたい。サポートが欲しい。やっぱりこういう理想像をやりたいことがあるけれども、めんどくさいとかできないとか自分のことを疑ってしまう。周りを気にしてしまうっていう固定概念から思い込みから抜け出すことができない。で、この抜け出すことができないのがもう2、3年、4年、5年続いている。I need change. 変化が欲しい。一人だけだとやっぱり無理かも。無理っていうことではないけど、サポートがあった方が楽しいし、何か可能性が広がるかも。っていう人は私の1対1のコーチングをおすすめします。私の1対1のコーチングで、もうその思い込みをどんどん解放していくし、プラクティスも学べるし、自分で一人での内観法でも学べるし、そうやって自分の人生をもう変えていこう。Okay? その詳細が欲しい人、もっと知りたい人、相談したい人は、私に気軽に DM してください。I wanna つながりたい。Okay? つながりたい。So, 申し訳ないとか、思わずに DM して。OK! やってみる！イェーイ！もうそんな感じでやってみて。Alright, I love you, 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 I love you. で、みんなもね、今日一日仕事行きますとか、街歩きます、家にいます。の時にもう思い出して、このみんな、同僚、上司、私の透明みたいな。私の意識の中に存在していて、私がこの人を作ったんだ。この携帯も私が作ったんだ。なんてパワフルなの私。なんて偉大な創造者なのっていう意識で気軽に生きていきましょう。そうしていくと、そういう生き方生きていくと、どんどんね、本当に客観的に無敵になってブレない自分にどんどん繋がっていくから。こういうコンセプトも知りたい人は、join my mentorship or 講座受けてみて。はあ、私もこういうこと学んで今の自分がいて本当に生きやすくなった。みんなもどんどんね、生きてるなら楽しく生きていこう。もっと。I love you, I love you, I love you! わー！ひー、まりちゃんもはい、ロアナちゃんはい。まりちゃんありがとう。バイバイ。大好きだよ。